そんなに何もなくて、ただまとめて一つの穴から出てるやつをまとめてグッと引くっていうのが抜きやすいかなと思います。やってみよう。うん、やってみよう。はい、ちょっとむしらないといけないけど、その何個の、お、そう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 、これついた、あ、いいよ、置いといて、なんかそのビニールついててもいいからとりあえず引き抜いちゃおう。いいよ、面白いっていうかそんな難しくないでしょ、結構抜けちゃうもんでしょ。これが脂肪兵で、これが落花生の花が咲いたところから伸びていって土に刺さって、で落花生ができています。例えばモグラとかネズミとかそういうのがあの土の中から食べちゃうみたいなのもあるので、そういうのを先の選別で外していきます。多分今みんながこう蒸してくれてるやつがを、まあ、ちょっと選別とかはしないといけないけど、洗って袋詰めしたら多分1500円分ぐらいとかになりますね。だから本当に1粒10円ってそんなにあながち嘘でもないぐらいの値段になります。